皆様ご来場いただきありがとうございます。熱く御礼を申し上げます。私こう見えても落語家なんです。桂三枝改め六代桂文枝の15番目の弟子の桂三に輝くと書きまして桂三枝でございます。どうぞよろしくご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。私は日本に来た時にこの21年もうすぐ22年前ぐらいの話ですから、22年前ほどの話ですけれども、私は日本語がゼロだったんです。もう全く突然来ましたね。まあちょっと歌舞伎勉強してみたいなと思ってポーンと飛行機乗って、もうそんな日本語をちょっと勉強する暇なかったんですよ。実は飛行機で勉強し始まったんですね。カタカナからとかひらがなからあいうえおから始まりましたんですね。あいうえおかきくけこさしすせそえとせとらですね。日本語難しいなと思ってたんですけれども、まあ日本語ゼロだったと思ったんですけど、なんと我々英語系の外国人に日本語は非常に便利なところがございます。これはなんとある英語の単語をそのままカタカナ風にするといきなり日本語になるんですよ。自動的にマジックみたいんです。マジックみたいんです。これが非常に便利やな。最初日本に来た時に非常に暑い日でした。今みたいに本当にあの蒸し暑い日が続いてました。あーゴールデンウィークくらいだったんですからね、皆様多分ゴールデンウィークはそんなに暑くないと思われる方もいらっしゃると思いますけれども、我々カナダ人から見てもう私基本的に日本の生活は2月の後半から冷房入れて11月まではつけっぱなしですよね。電気代高いわですよね。あーですからまあゴールデンウィークあたり私は日本に初めて、やってまいりまして、喉が渇いたんですから居酒屋に入りまして、日本語全然できないんですけど、このカタカナのシステムはちょっと覚えてたんですから、ウェイトレスさんに目を見て、すいませんビールって言ったらドーンとビールが現れました。うーと思って、日本語でコミュニケーションができました。ちょっと調子乗りました。調子を乗らせていただきました。本当に嬉しくて嬉しくて嬉しくて仕方がないんです。今度ワインが飲みたいんですから、ワインって言ったらドーンと赤ワインが出てきました。ブドウ酒とかという難しい日本語覚えなくていいみたい。いやー、だん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 調子を乗らせていただきまして、もっと長い単語ちょっと使ってみようかな。チーズバーガーが食べたいですね。英語でチーズバーガー、チーズバーガー食べてみたいになったら、もうウェイトレスさんの目見てチーズバーガー頼んだらドン出てきました。これどれほど通じるとか、どれほどこう英語そのまま日本語になるかとか、これちょっと挑戦してみたかったんです。で実は私は若い時にうちのお母さんは、私はね、あの母親がすごい特別なケーキいつも作っていただきましたね。このあのバナナのケーキにチョコチップが入ってる、バナナのチョコレートのチップのケーキは英語だったらバナナチョコチップケーキだけで言うんですよね。これ絶対日本語で通じないと思ってたんでね、長すぎとか、もう単語は入ってするバナナチョコレートチップケーキ、これ4つの単語並べてそれを日本語にして通じる、通じないと思われます。まあちょっと思わさせていただきましたんですけれども、ちょっとやってみよう。パン屋さんに入りまして、そこで働いてる方に目見て、バナナチョコレートチップケーキって言ったらドーンと出てきました。はーと思いまして、日本語簡単やな、日本語簡単やな。ところで皆様、これは通じる時に通じない時がございます。通じない時は問題が起こります。私はね、1年前ほどぐらい私の洗面所のソープがなくなったんですよね。私もそのソープだけの日本語ちょっと忘れた、なぜか忘れてたんですよね。ですがググりましてね、もっと丁寧なあのおググりさせていただきましてねここに出てきたんですよ。あの石鹸、石鹸、漢字めっちゃ難しいんですよね。よう読めへんわ。だけど響きだけは覚えて、石鹸。近所のコンビニ入りましてね、若いそこで大学生がバイトされてる店員さんに聞いたんです。すいませんが、はい、お客様何でしょう。石鹸ください。はい、お客様、石鹸ください。
はい、お客さん、もう一度、ちょっと、何回言うの？世間。世間。ちょっとお客様そのものを扱ってるかどうか、ちょっとご確認させていただきます。もう一度おっしゃっていただけませんでしょうか。何回言うの？世間。世間。これ、世間。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 お客様、ひょっとしたらそのものはアメリカしか買えないものでしょうか。違うのよ。どこでも買えるよ。思ったら、どうしても分かっていただかないんです。最初これ彼のせいだと思ったんですが、後で私のせいだったんですけど、どうしても分かっていただけないのはもちろん私のせいですよね。実は小さい2が抜けてたんですね。お気づきですよね。ですよね。ですよね。日本人やから、いや、小さい2、日本人の皆様、本当にこれは我々英語系の外国人に非常に難しいところですよね。日本語のもう非常になんかあるかないかさっぱりわからないんですよ。まずはですね、日本人の皆様、疑問がございます。大きい2があるのになんで小さい2もある？必要ないやろ。これはね、本当に勉強しながら勉強しながら勉強しながらなかなか耳に入らないんです。あるかないかさっぱりわからないです。これ日本に来て20年21年22年ほど経ってももうさっぱりわからないんですよ。小さい2が入ってる、小さい2が入ってないです。私が思うのはもう100、200、3はどれぐらいかな、縄文時代の日本人が外国人をいじめるために小さい2をわざわざ作ったと思うで。そのことないと思います。まあそういうことかわからないんですけど、どうしてもこの方は私の日本語を分かっていただかないんですよね。だん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 焦って、世間世間わかるやろ、世間、これ世間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 。お客様ちょっと落ち着いていただけませんでしょうか。ちょっとそのもの聞いたことなくて、いや聞いたことないわけがない。あのな、あんたは頭洗うときは何を使う？ここに。あ、頭に。あ、これ。あ、日本語で。あ、シャンプーせろ。そのシャンプーの低バージョン。手を洗いたいんです。手を洗いたいんです。あ、お客様、手を洗いたいんでしたら、この部屋の一番後ろに扉がございます。その次の部屋に入っていただけたら洗面所がございます。そこで、いや、それはトイレ。それぐらいの日本語分かってる。もう諦めました。自分で探しました。見つけました。ところでですね、私こう見えても勉強熱心ですよ。私知りたいんです、この本当の発音。だから同じ店員さんに戻ったんです。同じ店員さんに戻ったんです。これあんた、はこれ、はこれ、これが買いたかったんです。これを探してたんです。このもののちゃんとした日本語の発音は何て言うんですか？ああ、お客様、それはちゃんとした日本語の発音でハンドソープって言います。英語を教えていただきましてありがとうございました。それで皆様いかがでしたか。カツラサンシャインの石鹸話でございました。うまい。皆様こういうような経験海外ありましたら、ぜひコメントで教えてください。私だけじゃないんですよね、こういう経験。あと、もしよろしければチャンネル登録と、あ、いいねとベルも鳴らしていただけたら幸いでございます。桂サンシャインでございました。また今度ね。